はい、店長武蔵とその仲間がバイク店をさせていただいております。はい、これ今回はちょっと続きにというわけではないですが、先ほどはねちょっといろいろどうでもいい話をずっとさせていただいて、はい、で外しましたステンベアリングですね。はい、こんな感じね。でメイドインジャパン NTN、信頼の日本製、はい、で上側はね綺麗、うん、これ上についてたやつ、はい、綺麗ですよ。でこれちょっと、まあ、今、ね、くっついたんでベアリンググリスがちょっとついてましたけど、ほら綺麗、問題ないですね。上側に関しては問題で、下側、まあこれはね汚れてるのはまああれなんですけど、でもグリスはね切れてなかったんで、ただですねこっちはね結構わかりますかね、打痕が出てるんですよ。で締め付けの切れ、かなり締め付けが強すぎる、かなり強すぎてですね、締め付けがね強すぎるような気がします。はい、で少し緩めたらスムーズに動きましたから。でこれローラーベアリングなんで、そう、まあ、あとはあるんですけども、触ってわからない。だから若干緩めてあげるだけで、スムーズに動いたのかなと思います。はい、まあでもね、せっかくなんで新品に変えようかなと、はい、思って。うん、まあ、もちろんこれもね、かなり汚れてますしね。うん、はい、で、これ面白いんですけど、こういうのがついてね、これがこういう風に入ってるんですよ。それでここにさっきの、どれですかね、これがねこうやって入ってるんですよ。だからこれどうやって抜くのって思ったんですよ。でこっち側はまあこの辺から叩いていけばね、まあできますよね。でも上側はねこういうのに入ってるんですよ。でここにパコッとはまってて、こんなのどうやって、しかもほら圧入になってるじゃないですか、スカスカではないですからね。でこんなのどうやって抜くんだと思ったら、裏側に穴が開いてる。よく考えてみたら、ここをついた時にで、この穴は何のためについてるのかなって私思ったんですよ。ここに何か工具入れて回すためなのかなとかね。そしたらこっから叩いて抜くんですね。もしくはここにこう爪2つあるのがあって、こう刺してプレスでこうしていくとかね、上からかな、まあ、どっちでもいいんですけど。でじゃあ下側どうなのと思ったら、下側もちゃんと開いてるんですよ。BM ですね。ね、BMW やっぱりこういうところがね、すごいな。抜くの簡単ですよ。タガネみたいのでね、カンカンカンみたいな。ベアリングプラね、こうかけてやる必要もないし、素晴らしいですね。うん、まあ、BM 褒めてもね。本田つなぎてね。へへへ。まあ、そんな感じですね。まあ、これは、うん、で、新しいベアリングをまあ入れるんですよね。うん、で、今回 NSK。うん。NSK ですよ。で、これ純正いくらするんですかね。純正結構高かった気がします。見積もり取ったかな。あ、取りましたね。うん。何千円でしたかね。なんか結構高いことを、書いてございました。はい。なので、今回は、サイズがね、純正をね、見積もりしたら、なぜかサイズが出てきたんですよ。返信で。そのサイズで、品番のサイズ、いくら、ベアリング。サイズ教えてくれりゃ、もう、何のあれもないじゃないですか。だから、同じサイズのやつを買ったんですよ。ね、これですね。NSK。ね。ステム。まあ、ローラーベアリング。別にステム用ってわけではないんですけど、うん、もちろん日本製、信頼のメイドインジャパンございます。これをねここに入れて、でこれはこっち側はここに入れるんですよね。こうやってね、ちなみにこれ1500円ぐらいですよ、1個。RC エンジニアリングのって6000しますよね、前後、上下でね。うん、
で、やっぱこのサイズのもあったんですけど、あの特殊でないっていうならしょうがないですね。あの企画品がないだったらね。でも企画品あったんで、うちはこれを買って、だってこれ私の名義ですからね。で私の、あれ でこれから、ね、登録して試乗して、でそれから売ろうっていうねあれですから、あの あえてその純正品を使う理由はどこにもない。仕上げるのにそんな高いの使って仕上げてもしょうがないですからね。でわけのわかんない安物使っちゃダメですけどね。どこのメーカーかもわかんないようなやつ、 NSK がダメっていうならしょうがないですけど、 NSK ですか、ね、NTN を見たんですよ。でもなんかね、なんか見つかんなかったんですよ。多分あ、まああるんでしょうね、ありますからね。 NSK でしたから、あ、ついてるのは NTN でしたからね。で今回は NSK、どっちも N ですね。多分日本ってことだと思うんですけど、ね、あの何でも高い、例えば日本のメーカーの車両でも、例えばステンベアリングをねテーパーのに変えたいで RC エンジニアリングを頼めば、それだけで6480円、上下ね。で工賃はもちろんかかりますね。自分でやる方は毎年工賃かかると。でちなみにこれ上下で3000円、一方が1500円、 NSK もちろん何用とか書いてないですからね、まあ そのあたりはねあれなんですけど、例えば BMW ってこれ純正多分何いくらでしょうか、1個5、6000円した気がするんですよ、片側だから合わせればね、上下で。でそういう金額もうディーラーで直せばもちろんそういう金額ですよね。な何かあった時にね、部品代だけ でもちろん信頼のディーラー整備が行われるわけですよ、そこで、だからお金何でもかんでも修理分代も高い、部品も高いってことはないんですよね。だいたいあのまあ、ドイツだとか、イタリアのね メーカーのオートバイあるじゃないですか。で日本の部品使ってると、で日本から輸入してるわけじゃないですか、向こうは。でそれを日本に正規部品として送ってきてるわけじゃないです か高くなりますよね。でも日本と同じものがあるんだったら日本でそのまま買って使った方がいいと思うのは私だけでしょうかね。そんなにね、大した、まあ、めんどくさいまあ何でも結局そこに行き着くんですけどね、めんどくさいってなっちゃえばみんなそうなっちゃうんですけど、うん、あのやっぱりね、ただお客さんのやつはできないんですよね。これはこの車両にもう車検付きのようにはできないですから、だからうちがこれ仕上げる車両っていうかね、うちの車両だけしかできないのはちょっと しょうがないんですよね、うん、ただ知り合いの私の師匠のとこだったら、これだったらやってくれるんじゃないですかね、部品持ち込みでねお願いしますって言えばやってくれると思う。ブレーキとかはやってくれますから、間違いない。フロントフォークやってくれます、ね、特殊なもんじゃないから。まあ、そんな感じですね、効率よくやって、店長ですよ、そんなのもありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。